こんにちは、日本語教師のナナです。今日は2023年9月13日、みんな元気ですか？今日のテーマはストレスの話。今日はみんなに聞きたいことが2つあるんだけど、1つ目はみんなストレスが溜まりやすい？それともあんまりストレスが溜まらない？2つ目はストレスが溜まった時どうやって解消する？日本人は一般的にストレスが溜まりやすいって言われてるよね。例えば日本は電車のラッシュアワーが有名だよね。もうあんな風に毎日会社に行ったら絶対にストレス溜まる。あと自分の仕事が終わっても上司が先に帰らないとちょっと先に帰りにくいとかね。結構日本は個人主義というよりも全体主義だから、会社員の人は本当に大変だと思う。私は今はあまりストレスが溜まっているって感じないんだけど、なんかストレス溜まってるな、疲れてるなっていう時は漫画を読んで寝る。私普段は本を読むことが多いんだけど、疲れてると本を読めなくなるのね。それが私の場合バロメーターになっていて、この本すごい読みたいのになんか今読めない、読める気分じゃないって時、私疲れてるんだって思って漫画を読みます。この時は漫画に課金しても OK。 普段はしないけどね。だってストレス溜まってデパートに行って洋服爆買いするとかより全然安いでしょ。みんなはどうやってストレス解消する？コメントで教えてね。じゃあ今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。